こんにちは、柴田です。今回はフェンダー USA のジャズマスターとフェンダージャパンのジャズマスターを鳴らし比べていきたいと思います。まあ、今回はね、いわばハンデ戦のような感じなんですけれども、こちらは USA、 そしてこっちはフェンジャパン。価格もね、全然違います。ただね、どちらも非常に良くて、これはね、過去最大級にね、僕がね、面白いなと思っている動画になるんじゃないかという風な感じで、というのも、このフェンジャパの方にはファンクおじさんがですね、新たに開発したジャズマスのピックアップが乗っかっております。これはね、本当にいいっす。でこちらのね、 USA のジャズマスなんですけれども、ソニックユースのギタリストの方のシグネチャーモデル。これがね、もうね、仕様がかなりね、僕のドンピシャに大好きな感じに仕上がっているというか、こういうジャズマスにしたいなっていうような感じの仕様になっておりますので、まずね、その辺お話しさせていただきましょうかね。まあ、過去に USA とジャパンをね、鳴らし比べてみたりもしたんですけれども、やっぱね、強さ、ここがね、全然違いますね。ジャパンに関してはやっぱね、ちょっと弱々しさがあって、ハイがキャンキャンしてるイメージで、 USA は重厚感があって、なんかね、重心がやっぱ低めなんだけど、ちゃんとキラッとしてると。でしかもこれね、ボリュームのみになってて、トーンがカットされてる。まあ、これでね、抜けはかなり期待できるんですけど、しかもね、ダンカンの最高峰アンティークイティが乗っかってるんですよ。まあ、以前ね、そのアンティークイティのジャズマスピックアップ鳴らした時にも、ツヤ感だったりきらめきだったり、で本当かっこいいなと思ってたんですよ。でそこに加えてですね、ラッカーのフィニッシュ、まあ、サテンのラッカーなんですけど、まあ、吹きっぱなしのような感じで薄めな塗装で、ネックもすごくしっかりしてるし、これもね、ラッカーなんですかね、若干ね、色がね、焼け始めているような感じです。でブリッジは弦落ちしないようにチューンオーになってて、もう完璧ですね。まあ抜けはいいだろう、そして重心も低くて、しっかりなんかこう男らしさ、ロックっぽさも残るような感じに仕上がってるだろうなっていうのがね、もう一発でね、分かります。逆にね、このね、フェンジャパの説明をさせていただきましょうかね。これはね、通常のジャズマスター、特に何のいじりもしてなくて、バズストップバーがついている、これだけですかね。あとファンクおじさんのピックアップに変えたという以外は、まあ厚めなポリの塗装、普通にトーンがあって、こちらの方にもトーンとボリュームとスイッチがついていると。この仕様を見ただけでもね、かなりこっちの方がハンデを追っている、ジャパンの方がハンデを追っているような感じになりますよね。まず生音からいきましょう。生音はね、ちょっとジャパンからいきましょうかね。まあ、これね、購入するときに生音が良くてね、選んだんですけれども、ファンオジのピックアップに変えてからね、生音も良くなったんですよ。まあ、磁力的な問題だと思うんですけど、まあ、なんかね、こうエアー感もあって、それなりにしっかりした生音だと思います。ではでは USA 行きましょう。いや、やっぱね、これね、重心がしっかりとしてるなというか、まあ、芯がある、やっぱ握っただけでもね、芯がありそうな感じです。こっちの方が硬いっすね。まあ、これでアンティークイティが乗っかってるんで、硬めな感じの音、まあ、それが想像できるかなと。ではリアからいきたいと思います。
ムキャンセル。これもね、独特でいいっすよね。した硬さ芯があって、でもそこにコーティングされてるようなきらびやかさありますよね。やっぱ塗装の薄さもね、しっかりね出てるなっていう感じがします。これはねかなりねフェンジャパの方はねハンデ戦になってますよ。ではファンオジピックアップが乗っかったジャパンいきます。これどうすか、すごくないですか、このコイン。すごいっすよね。でトーンもない、その USA とですね対等にこのしっかり戦えるギターになるっていうね、これはほんと素晴らしいですね。では歪ませます。勝負だな。ここどんな感じの音になるんだろう。じゃあリアからね行きたいと思います。あ、やっぱレンジ、
アンティークイティというところではございますが、ジャパンでも頑張れるぜっていうのが分かりましたね。まあたまにね、海外のアーティストの方でもあえてフェンジャパを使っているという人もいたりするから、このポテンシャルを発揮させるっていうところが一番重要なんでしょうね。なのでまあ例えばこのフェンジャパのジャズマスをラッカーにね塗り替えたら、これまたパワーアップするかもしれないし、ピックアップね、ファンゴジのピックアップだけでここまで変わりますからね。いやでもあのピックアップはねやっぱすごいっすね。キラッとしながらもパワー感もあって、でレンジが広くてやっぱローがしっかり出る。まあ、明らかに分かったのはアンティクイティよりもローの帯域、ジャパンのピックアップではね到底考えられないようなところが出てくれるんで、ほんとねいいカスタマイズになったなと思います。なかなか面白い動画になったんじゃないかと。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。